こんにちは、ドウンです。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日は出雲大社に来てます。なんか出雲大社感全くないけどね。いや、神在祭期間中やし、人がすごい多いんで、人がいないとこ探して撮影してるんですけど、ちょうどなんかちょろっとこっちの端っこの方になんか映ってる人がいますよね。はい、っていうところでね、これで分かる人いたらすげえ出雲大社マニアだと思う。どこか分かったら、僕も初めて来たもん、撮影するのと、あと今まで本当何度も出雲大社に参拝させていただいて、でそのどっちがいいのかなみたいな、そう参拝させていただいて、で初めてね、歴史資料館っていうところにちょっと行こうかなと思ってまして、その間にあるところでございます。なので僕の向こう側には出雲大社の拝殿と本殿があって、でそのもうちょい向こう側には神楽殿があるっていう位置関係で、向こうが歴史会館、歴史博物館っていうのかな。いや、本当はね、大宮神社も行きたかったんですけど、このはしご酒じゃないですけど、前回ね、伊勢神宮行って大宮神社行かせていただいた回がありまして、それはそれで動画撮っておりますけども、まあ興味ある方は見ていただければと思うんですが、いやー、神在祭期間、なんだかんだで4年目です。はい。初めて来た時がね、コロナだったんで、あんまりいらっしゃらなかったんですけど、その日と同じぐらい、今日はいなかったかなっていう。ちょうど神在祭期間の最終日です。もともとは2泊で来る予定だったんですけど、ちょっと僕福岡の方に家を買いまして、でその家の鍵の引き取りがあったりとかで1泊にしたんですよね、2泊の。で、まあ1泊で、まあ、1泊だけは死守した。だから昨日、一昨日鍵引き取って、で、まあその家の中何もないんで、まあ、ホテルで暮らしてたわけなんですけど、まあ、それこそ本当ね、2018年に初めてこちら来させていただいて、出雲大社来させていただいて、その時も本当福岡に移住してちょっとして、で前日なんかの飲み会だったのかな、ハロウィンかなんかだったのかな、で話してた方が、友達っていうのかな、まあ、話してた人が、いや明日から出雲行くんですって言って、マジで俺も行きたいです、え行きますって言われて、そうなんか僕的にはガソリン代とか割り勘になるんでありがたいですって言われて、あ全然大丈夫ですよって話をして、で寝坊して、その友達と、その一緒に行く人との、すっげえ仲いい友達に、 あいつだったら迎え来てくれるよって言ってたんですけど、さすがにそれはまずくないって話で、確か新下関かどっかまで行ったんだよね、確か下関か山口かな、新山口かどっかまで新幹線に行って、そこで合流して、はい、出雲に来たっていうのが、もうほんと最初の出雲大社の思い出ですね。マジで夕方6時ぐらいに、2日目になんかその彼がお見合い買いたいって帰り間際に来た時に、誰もいなくて、本当に誰もいらっしゃらなくて、めちゃめちゃなんかもう、なんか国宝っていうんですかね、世界遺産なんですかね、わかんないんですけど、そういうとこはあんま僕興味ないんで、そうなだったら言うなよって話なんですけど、まあなんか本当なんか長年来たかった出雲大社を独占させていただいたっていう、すごく独り占めして、すごく満喫して帰ったっていう思い出がございます。はい、夜とか夕方に来るとぼんぼりっていうんですかね、提灯が明るくなって、すごく雰囲気があって、また昼間とはまた違う感じなので、その趣が全く違うんでね、まあ、ぜひ出雲大社にいらっしゃる方がいらっしゃいましたら、なるべくであればもう早朝、まず誰もいらっしゃらないぐらいの時間にご祈祷、まあ、ご祈祷できればご祈祷したいですけど、6時とか、まあ、僕も本当は6時からここが開くんで6時から来たかったんですけど、残念ながら今の神在祭期間中の出雲の日の出は7時半だった。そうだからもう3時半ぐらいに目覚めて、6時から開くから頑張って起きてよと思ったけど、日の出、6時半かで、日の出後じゃんみたいな、しかもなおかつ6時7分かなんかの電車が一番早くて、結局6時ジャストに入れんじゃんと思って、もう一回寝たんですけど、寝たんかいっていう、はい、っていうところで、去年とかまではね、本当なんかご祈祷を申し込むまでに2時間待ちぐらいだったのが、今年すげえ列がめちゃめちゃ短い、なんか本当だから、まあ通年通りだなって思ったら、
待ち時間が長かった。逆にびっくりした。11時10分ぐらいに申し込みを済ませて、12時半の回ですって言われて、マジでつって、マジでとは言わないけど、マジでって思って、でまあでもせっかく来たし、本来であればそのまあ要は正式の正式参拝の順路っていうのがありまして、まあ、そのこっちにある大きな門から、お門っていうか大きな鳥居から入られて、すぐ右側にある祓い戸のところ、祓い戸の社で、まず罪汚れを払い、で大体あの神在祭期間中に来るとそこずらーって並んでるんで、最悪僕一番去年見た最長が、あの大鳥居まで並んでたっていうのがびっくりした。まあ、どんだけ待つのみたいな。でその後に、その皆さん拝殿の前でしょ、で本殿の前でしょ、でその次にあの八百万の神様たちが、まあ、その寝泊まりされるっていうお社の前でしょ、で最後に、まあ、回ってってスサノオさんのお社でしょ、でそこまでもうずっと並んでるんですよ。全部並んでるんで、多分ねあれね全部ちゃんと並んだ 3,4 時間余裕でかかるみたいな感じ、ディズニーランドかここはみたいな感じの状態になって、だって駐車場に入るのに 1,2 時間待ちみたいな状態だったから、去年とか多分ね、コロでご祈祷の時に僕だから去年ご祈祷昇電しなかったんですよ。あの郵送で送ってもらったんですけど、郵送の申し込みというのにすいませんっつって、今年なんかバリ込んでないですかって話をしたら、あコロナ あのコロナが明けた影響ですねって、あそういうことですねっていう話をして、まあそんな去年だったわけなんですけど、一昨年もまあまあ混んでたかな。だから本当なんかコロナの時っていうんですかね、4年前から来させていただいたんで、今これ撮ってるのは2023年なんで、22年21年20年、だから僕2020年の1月27日からずっと旅暮らしをしてて、9月4日までずっと旅をしてたんで、今年の2023年まで。なのでなんだかんだででもね、本当旅をしだしてからいつもにはよく来させていただけるんでありがたいんですけど、今年なんてもう早々に神在祭の期間が発表されてから一番空いてそうな日をあの2泊で予約してたんですよ。だから余裕を持って行こうみたいな、前乗りして出雲大社お参りさせていただいて、またホテル帰ってゆっくりしてから、またなんかどうしようかなみたいな、松江の方行こうかなとか、あとは道開きの佐田神社とか、まあ、その日の岬神社っていう伊勢神宮との対になるところとか、まあ本当にね出雲松江っていう島根エリアは見どころがたくさんあるんで、美保神社っていうその恵比寿さんの総本社もありますし、まあ、西宮神社っていうところもあの恵比寿さん総本社ではあるんですけど、美保の関であの恵比寿様があの釣りをしてた時に、その天照御神様の使者が来て国譲ってねって言ったとこの逸話が残ってる場所とかがあるんですよ。その恵比寿様釣りしてましたよっていう場所とか、なのでそういう本当なんか見どころたくさんあるんで、まあ、神石って神の石って書いて神の遺跡って書いて神石っていうのもその近くに、美保の石の近く、あごめんなさい嘘ついた、ごめんなさい、あの日の岬神社の近くにあったりとかするんで、マジでねあの見どころたくさんあるんですけど、今年の印象というか今年は寒いです。今まで来た神在祭期間の中で一番寒い、マジでブルブルする。昨日もなんかだってつい出雲市駅の近くにホテル取ったんやけど、あのまあ駅着いてすっげー寒いって言ったら、でも 波がちょうどねあの福岡の方から電車で来たんで特急乗ったんですけど、特急が車両2個しか2車両しかないんで、確か昨日乗ったやつ大きいからびっくりしたもん、えマジ特急だよねって、特急の割には泊まるとこう3時間半ぐらいかかるしみたいな、遠ーっと思って、だからちょっと調べたんです、福岡から大宮神社までが4時間半とかなんですよ。だから新幹線がいかに偉大か、この横のラインね、こっちの山陰地方のこの特急はマジバリ遅い。だからこっから僕岡山に抜けるんですけど、それも3時間半ぐらいかかるんです。一回これは乗ったことあるんで一応覚悟はしてるんですけど、そこはでも2車両とかじゃなかったんで、さすがに特急で2車両はマジでビビった。全然ソニックとかの方がちゃんとしてる、九州のソニックっていうところでね、毎年まあ神在祭期間今年で4年目で、毎回僕は縁結びのご祈祷ご祈願をさせていただいて、新願成就の時もあったかな、いやでも大体縁結びかな、まあ、あの神在祭期間中に神様たちが何をしてんのって言ったら、もうその八百万の神様っていう、880万って書くんですけど、八百万って数えられないぐらいの神様っていう意味らしいんですよ。数えきれないぐらいの日本中に、日本全国のはず、世界ではないはずの神様が一挙に出雲に集まって、その
要はこの世でのお役目に役立つために縁をつなぐっていうのをわちゃわちゃ話す打ち合わせ会みたいな、ミーティングっていうとあれライトだけどっていうのが、あの神有祭期間中のやることなんですよ。でよく間違えられてるのが神無月ってあるじゃないですか、まあ、10月ね。でも出雲地方だ、島根は神有月って言われるんですけど、すげえ間違えてるのが、神有月だからずっと神様いるわけじゃないからね。あの出雲大社の公式ホームページを見ていただければわかるんですけど、神迎え祭って神様を迎えるお祭りがあって、でそれが今年だと2023年だと旧暦の10月何日からやってるんですよ。なんで今年だと2023年は10月22日に神様をお迎えするんですよ、まず稲佐の浜に。だからあの大国主様、いわあの大黒天とか言われる大国主様は稲佐の浜を向いてるんですよ。だからそっちで最後お参りをしてぐるっと回って帰るっていうのが正式参拝なんですけど、さっきのガチャンコしてね、あの正門から入ります、まあ、僕慣れてきちゃったんで、もう駐車場から行くときちょいちょいありましたけど、本来であれば、まあ、正門から入り、祓い戸の社にお参りし、拝殿でお参りし、で本殿でお参りし、で八百万さんのところへお参りし、で裏に回ってスサノオさんのところでお参りをし、稲佐の浜で砂もらってきた人は砂そこで入れ替えて、結局前の人が入れた砂をもらってるじゃんみたいな、乾いてないんだよね。だから砂がすげえ湿ってんなと思って、掘ったら乾いてたけどで結局前のちょっと前の人が入れた砂持って帰ってるだけじゃねえって思ったんですけど、あれ何の意味があるのって言ったら、地元の人に聞いたら地元の民間伝承なんだって。であのそのスサノオさんの社の真裏にあるそのなんていうんだろう、崖みたいなのがあるんですが、そこが超絶パワースポットっていうのをうちのお兄ちゃん弟子に聞いて、まあ、その教えていただいて、まあ、行くんですけど、うん、僕はちょっとわからない、今日も行ったけどわかんなかった。でうちのお兄ちゃん弟子的には神有祭期間って結局神様がミーティングというか打ち合わせというか本業をやってるんで、そのなんか下々の意見なんか聞かねえだろみたいな、いやお願いなんて聞かねえだろっていうのがうちのお兄ちゃん弟子の考えなんです。まあ彼はね、あの神様とか仏様とかと話せたり、まあ、お化け見えたりする人間なんで、そういう霊能力があるんで彼の意見も一理あると思うんですけど、僕はやっぱりなんかそこまでではないので、霊能力、霊感はありますけど霊能力ないんで、だったらもうその出雲大社の公式ホームページで書かれてる神様を迎える祭り、まず2023年で言えば10月22日で、神様を唐沙で祭って お送りするのが今日だったんですよ、ちょうど10月29日で。だから神主さんもおっしゃってたんですけど、神有祭期間の最終日4時から唐沙で祭ありますんでみたいな、その最終日に皆さんいらっしゃいましてみたいな、で八百万の神様方のあのまあ、ご祈祷を受けるとですよ、ご祈祷を受けるとその神主さん喋ってくれるわけですよ。あの八百万の神神様のおかげ様おかげをもいただきまして、また1年間素晴らしい1年になるようにお祈り申し上げますみたいなこと言ってくれるんですよ。あの神主さんによります、多分フレーズ別に、多分フリートークだと思うんでそこなんですけど、今日の神主さんはそういう話ですっげえよかったと思って、うわーめちゃめちゃ満足したと思ったら、その後なんかガーンっていうあのいやいつも5000円にしてたんですよ。5000円から1祈願5000円なんで、例えば厄払いと心願成就にすると1万円になるんですよ。でお札が2枚になるんですよ。それうざいじゃないですか、うざいって言うと言い方悪いけど、いらないからそんなにってなった時に、とりあえず毎回5000円だしちょっと今回8000円にしてみようかなと思って8000円にしますって言って8000円にしたんですよ。そしたらね、なんか袋をもらえる前提、僕神社で逆にあのご祈祷を受けて袋もらえなかったことがないから、その手提げ袋ね、びっくりしたのが1万円からですって、大きな1ってそれ1万じゃんみたいな、2000円の差じゃんみたいな、2000円、その2000円の差で手提げ袋くれないのみたいな、マジでと思って、だったら1万円にすればよかったって思ったっていうところがありまして、ちょっとガーンってケチくさって思ったもんっていうところでね、8000円中身何があるのか、ちょっと5000円のはね、多分俺去年取ってると思うんだよね。だから興味ある方は見てください、そっちっていうところで。あとね、最後にちょっと、まあ買ったものと、まああとはご祈祷を受けると、神有祭期間中にはもらえるものとかをご紹介したいと思います。フリートーク長かったね。ごめんね、ここまで見てくれてよかった、ありがとうっていうところで。今年僕、厄年なんで厄払いにしました。ちょっとピーンと来たのがいいっすよ。あの、ご祈願は。その時に、
本当なんかピンときたというか直感的なものとか湧いてくるものを大事にした方がいいです。あのなんで、あのそれをちょっと思考が入っちゃったりとかするとどうしてもなんか欲まみれになったりとかするんで、まあ、僕もそうですし、なんでとりあえず、まあ、せっかくだし厄払いしとこうみたいな、厄払い今年何回やってんだろうみたいな、厄除け期間何回かしてるんで、まあ、どうしようと思ったんですけど、まあいいやと思って、はい、っていうところでちょうどね、あ、書いてある書いてある、あ、そう、神有祭旧暦の10月11日より17日までだって。で、神迎えるのが旧暦の10月10日みたいですよ。なんでだから2024年に関しては旧暦の10月10日がいつかを調べれば、そっから約1週間、1週間だっけ、俺なんか長かった気がするんだけど、長い時あった気がするんだけど、10日ぐらいあった気がするんだけど、なんか去年か一昨年かなみたいな。俺だってマックス3日連続来た日あるもん。3日連続お参り来させていただいた時があって、なんかね、だんだん増えて、初めての時が1回で満足して、2回目来た時が、2年目が2回行ったのかな、で3年目3回行ったのかなみたいな。ほら、八百万の神様もさね、何回も来る、足しげく通った方がなんか叶えてくれんじゃねえのかなと思って、意外と叶ってしまったから。だってそのおかげで俺家変えたし、ね、家って別になんか俺が望んだことではないけど、これから人生のお役目で必要だから多分与えてくれたんですよ、ラッキーと思って。っていうところでね、まあ住所変わって厄除け受けたのは初なんで、っていうところで中身調べてみましょう。ちなみにあの後ろに貼られます、あのいくら納めましたよ、名前住所みたいな。なんで出雲大社のにお札にはあの名前書いてないです、それは知ってますので。あ、これ入ってなかったかも、5000円のやつには入ってない、これ5000円のに入ってないです。うん、3000円の違いがどこであるかっていうなんか5000円だったら箸なんだよね、あれ箸入ってない、逆に箸入ってない、お玉串だって、これ何なんだ、あ、これだ、これと今の3000円の価値これだ、5000円だと箸だもん、なんか縁結びの箸、俺逆に縁結びの箸よかったんだけど2本セットのやつ、確か2本セットの、嘘、間違えたらごめんね。え、だってあのなんだろう、お守りとか買うとこ、お札とかお守りとか買うっていうと言い方が悪いけど、排除するところであの買うお箸が入ってたはずなんだけど、3000円プラでこれです、はい、変わります。何これ、お玉串ってこれどうする、これ破いちゃいけないよね、あ、でもなんか入ってんな、なんか入ってるっぽい、なんでとりあえず僕はこのままお祭りします。で、1万円だと多分これがでかいんだ、多分、まあいいんだ、来年1万円にする楽しみできたから1万円にしたらあの紙袋いただけることが分かったので、あのお土産が買えるっていう、はい、買いました。またあの他の動画で説明してる、ちょうどね出雲大社の本殿拝殿があって神楽殿がある間の道のところにあるお土産屋で買える、あのこの何でしたっけ、奥仁根さんが持ってる小槌、そう、あの内出と小槌って別なんですよ、あ、内出か、内出で合ってんのかな、内出の小槌って言うけど内出と小槌なんですよ、だから内出の小槌って結構長いやつなんですけど、内出だ、内出、多分間違ってたらごめんね、突っ込んでね。で、その内出をそのうちのお兄ちゃん弟子がそのなんか振ってあげるんだって、自分とこのお堂に来たら、そうするとなんかその金運がすげえ上がるって言われて、マジかと思って、僕家がなかったからその最初ちっちゃいの買ってたんですよ。でお堂ができたので浦原の方に、浦原千駄ヶ谷の近くにできたからちょっとでけえの買ったんですよ。僕のが4号サイズかな、確か6000いくらので、5号サイズが9900円で、でそれよりでかいやつになると1万6000で2万3000とかかな。売ってる時と売ってない時あるんで、売り切れちゃってる時もあるらしいんですけど、いやさすがになと思って、まだあのまだ元気だしみたいな、6000いくらで買ったやつなんで、ちょっとそれはなと思って、ただなんかあの裏で写真撮ってて、まあそのなんだろう、スサノオさんとこう
お参りした後、あの裏からちょうどね裏にあのうさぎちゃんたちが2匹こうお祈りしてるのがあるんですよ。お祈りしてる場所がそこで毎年写真撮ってるなって思うんですけど、そこで撮ってる時にあうさぎの置物欲しいなと思って、で買おうと思ったんやけど、うさぎの置物でピンとくるのがなくて、で招き猫と、あいいなと思ったら招き猫と、あと恵比寿さんと奥にさんの置物と、あともう一個っていう。そうだから僕どんだけフクロウ好きなんだろうみたいな。だからあのフクロウが好きな人が多分うちに来たらテンション上がる感じにはなると思うんで、フクロウの置物増やしていこうと思って、はい、ということであのフクロウの置物でございます。はい、大黒さんと恵比寿さんのフクロウの、あのフクロウバージョンみたいな、もうだから多分出雲大社でしか買えないよこれって感じのやつにしたんで、興味ある方はまあぜひ遊びに来てください。はい、ということでね、遊びに来たい方はインスタの方で DM くださいね。よろしくお願いします。お待ちしてます。で、最後に、あれ、お守り違えな。役払いだからか、これ。お守りも違う。5000円のご祈願だと、お守りが、あの、なんて言うんだっけ。あの、要は、さっき話した、おみくじとか変えたりとか、お守りとお札を変えるところで排除できる、例えば僕は今まで縁結びだからかもしれないですけど、縁結びの買えるお守りだったんですよ。買えるお守りと買えるあのお箸だったんですよ。だから要はお守りが確か1000円なんですよ。でお箸も確か1000円なんです。そこで2000円じゃないですか。でプラス3000円するとあのご祈願受けれて、あ違う、だってお札ついてくるから、お札もだって1000円ぐらいでしょ、あれちっちゃいやつ。つうかお札なくね今回。あれ5000円のだとマジで5000円のだとあのお札もそこで売ってるやつなんですよ。だから要は売ってるもの3セットがご祈願がプラス2000円かな。だからお札1000円、お箸1000円、お守り1000円みたいなで3000円でプラス2000円するとご祈願がついてきますっていうプランだ。そういうことだ。そう、オッケーオッケーオッケー、分かった。え、8000円のだとあの何、え、出雲大社のお札来ないの？え、これ厄除け五兵衛って書いてある。これ厄除けだから多分これなんだろうね。え、分かんない。これ良縁祈願で8000円試してみないと分かんないんだけど、これちょっと逆になんか知ってる人いたら教えて、コメントちょうだい。マジで。え、これがお札、これがあのなんだろう、お札の代わり？やべえ、危ねえ、破いて、ま、中見るとこだった。これ破いて見ちゃいけない風な感じはするけど、確かにこれ、え、いや分かんねえみたいな、そういう説明ないんで出雲大社は。はい、あの分かんない分かんない、あの神有祭期間中に来ていっぱい人がいるから説明しないだけなのか、だから何がもらえるかも分かんないんだよ、書いてねえから。そう、その書いてないし書いてあるものがないし、いや、まあ、聞きゃいいんだけどね。あ、聞けよかったね。ごめんね。聞かなかった。俺が悪かった。あの、矢印は自分っていうのをなんか初就職した時にすげえ言われたんで、なんか思い出したわ。原因は誰ですかみたいな。あとは、あの、ランドマークで学んだ時に源はって言われて、源は私です。私が確認しなかったから悪いんです。はい。学んでるみたいな。で、最後にね、あの、神有祭期間中に来るとあの、お餅をいただきます。神有餅。なんかちょっと神々しいやつっていうところで、あの動画撮って確認してよかった。俺びっくりした。え、1万円だとなんかどうなんの。逆に俺5000円のお札ってさ、すげえちっちゃいやつで、そのライフパックって本を書かれてるか、あの出されてる高城剛さんって方がいまして、まあ、沢尻エリカさんの元旦那ね。彼が毎年神有祭期間中に、彼は六本木の分子に行くらしいんですよ。六本木分子っていうのがあるんで。ちなみに出雲大社は六本木にもあれば、相模原にも確かあったはずだし、埼玉の方にもあるんですよね。意外とあるんですよ。ちなみに沖縄にもありましたからね、出雲大社。沖縄にも石垣島にもあるからね、なんならね、出雲大社。なんですけど、多分、そんな、彼は忙しいし、なんかその、彼のお札立てが欲しくて、その、出雲大社のちびっこいお札を立てれるちょうどいいサイズのが、そのよくよく調べてったら六本木分子でしか売ってないっていうので、六本木行ったことあるんだけど、なんか六本木分子俺あんま行き、六本木自体がもうなんか昔遊びすぎたし、六本木西麻布でさ、あんまなんか近寄りたくなくて、なんで行かないようにしてるんですけど、
そうだからなんかちっちゃいお札を排除できたら、なんて言うんだろう、その旅するときに持ち運びやすいじゃないですか。まあ、家買ったばっかのやつが言うのもあれですけど、家作りしてもほらね、僕も一応まだ修行の身っちゃ修行の身なんで、今日みたいにこういう風に旅が出るわけですよ。旅っていう、あの要はなんでイベントが発生するわけですよってなったときに、ちょうどいいってお札立て買いに行こうと思ってたけど、お札立て買わなくてよかったね。あぶね、これ確認してなかったら、これだよね絶対お札。なんか知ってる人いたら教えてほしいんだけど、お札って書いてないからさ、だいたいさ、なんかほら神宮大麻とか、伊勢神宮だったら神宮大麻とか書いてあったりとか、宇佐神宮だったら宇佐神宮とか書いてあるじゃないですか、お札に。霧島神宮だったら霧島神宮みたいな、九州有率多いなって思うかもしれないけど、ごめんね、小網神社だったら小網神社みたいな、関東だったら三峯神社だったら三峯神社って書いてあるじゃないですか。出雲大社って書いてない。あ、これここお玉串ってそういうこと、え、わかんない、ちょっとググろう後から、不安。まあ一応全部神棚に お祭りするけどさ、あの伊勢神宮で買ったお社意外とでかいから、意外と中にあの、いや、あの 大角払いっていう、横角払いか、横角払い、大きい角払い、3000円の方が確か1枚3000円の排除してるんですけど、それが入るのが限られてるんですよ。多分あんま買う人がいないからだと思うんですけど、一番でかい、まあそのなんかかやぶきのはちょっとさすがに宗教色強すぎるしなと思って、で社がネットで調べたら 2万円なの、6万円って書いてあって、あれ社高くなったなと思ってたら、実際出雲大社の内宮行った時にやっぱ2万で、そのまあその特大社っていうのをうち置いてるんですけど、そこに結構裏入るんです。裏ガチャって開けると、いや、あの大角払い、大角払いか、ごめんね、大角払いっていう、下宮内宮のしか入らなそうに見せて、横側にね、結構ちゃんと入るとこあるんで、今、宇佐神宮と霧島神宮とか入れてるんですよ、その時に崇拝、崇敬してる神社とかは。で、そこに入るサイズではあるなとは思ったんですけど、いや、びっくりした、ちょっとマジで、あの想像してたあの出雲大社のちっちゃいお札がそういえばないと思って、あれって思ったから、お守りもないもんだって。お守りって書いてあるけど、これマジでお守りみたいな、これどうしろとって思わない、これどう、俺このえ中身入ってないんだよ、しかもこれほら見て、え、なんか間違えたの、出雲大社が間違えじゃないこれ、大丈夫。あ、でこれ御神句って書いてあるよ、これじゃあお守りってこと？え、マジで？え、お守りさあちゃんとしたって言うと言い方悪いけど、なんて言うんだろう、俺持ってるかな、お守りって皆さんのイメージってこれじゃないっていうか、ちょうどあった、危ねえと、あ、ないわ、やべ、今日置いてきちゃった、あ、置いてきちゃった、ごめん。そう、この前まであの伊勢神宮の内宮のお守り入れてたんですけど、ちょっともうなんか効力が切れたな、切れた感じすんなと思って出しちゃった。だちょうどなんかこういうのじゃん、お守りって。伊勢神宮特にこういうのだし、内宮はね。いや、マジで、え、お守りこれ財布に入れるしかないってやつ。まあいいけどさ、別に。あの、厄払いだからのかな、両縁っていうか、縁結びだったら売ってる、お守りなのかな。厄払いのお守り逆にないの、出雲大社ってマジで結構びっくりしたんだけど俺、ああマジか、なんか衝撃の事実でした。はい、っていうところで、長くなってしまいましたが、なかなかと話してしまいましたが、あ、そう、出雲大社の神在祭期間中に来る場合、クソ真面目に並びたい人は並べばいいと思うんですけど、うちのお兄ちゃん弟子とかと来た時に、お兄ちゃん弟子も同じパターンで、そのさすがに横入りはまずいじゃないですか、それはいけないと思うんです。でも横に空いてるスペースがてててって言って、お賽銭箱こうなってるじゃないですか、こうなってるところ前にみんな並んでるんですよ、前に並んでずらーってなってるんで、横にここから入れて、で、あの明らかに横入りしてませんよっていうところまで行ってお参りすると誰も何も言わないんでこれ教えていいのかな、今なんか喉が詰まったからあんまダメなのかな、まあいいか、ここまで見た人へのサービスです。そうすると、さっき話したような 2,3 時間かかるコースからだいぶ短縮されるんで、キュッて
だスサノオさんとこととかもずらーって並んでるけど、横から入ってっていうと言い方悪いね、あのずらって並んでるとこの横を通り過ぎてお賽銭箱の横に入れてスサノオさんとこう四角くなってる、ここ本殿で、みんなこの本殿の前のそのここのお賽銭箱の前でやりたがるから、そのこれをあのナム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 じゃねえよなんだっけ、あのパン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 っていう4回2礼4拍手1礼のやつねを、まあ、拝礼ね、拝礼したがるから、じゃなくてこの端っこの方行くの、あのだから階段上がって一番左端みたいな、あそこでやってると誰も何も言わないから、俺前だって伊勢寺ちゃんと並んでお参りした時に後ろから長えよって言われたことがあって、なんかボソッと聞こえてきて、いやここまで来て長えよないだろうって思いながらだったんだけど、その後に気づいたんだよね。別になんかその神様ってこの前じゃない、前、まあ、なんだろう、人間と同じで前を向いてるわけではない、まなんでなんかイメージエネルギー体なので、あの人様の邪魔にならないとこであれば問題がないっていう。でうちのお兄ちゃん弟子に聞いたけど、それはまあね、彼は神様仏様と話したりとかするんで、確認した結果確かに同じような参拝方法してたから、そうすればさ、ほら他の人の迷惑にならんじゃん、みんなだからお賽銭箱の前でお祈りしたい人たちが多いから。でもね、よくちゃんとゆっくり観察してると僕だけじゃなくて結構いるんだよね。だから離れたところから参拝する人って、あのもう誰にも邪魔をされないような自分だけの気持ちいいところを見つけて参拝するみたいなとかいるんで、全然だから多分 OK なんだよね。あの八百万の屋ね、神様とか今日は空いてたけど意外と、でもそこも去年とかずらーって多分土日とかもずらーって並んでるから、 横から入ってって言うと言い方悪いけど、横通り過ぎて横から入れてお賽銭ね、で明らかに誰から見ても横入りしてないよねっていうところで参拝するとだいぶ快適に参拝できるんで、ぜひ、まあ、本来であればご祈祷も受けた方がいいんですけど、はい、というところでぜひね、楽しみに。あで最後にね、あの知らなかった人がいたらあれです、もう一回言っとくと、スサノオさんのお社の裏っ側のところのサザレイチっていうのかな、あれ僕がなんかその自分のこのねパワーストーンちょっと外して写真撮影してたら、なんか隣の人たちピッて見たらパワーストーンを置いて、あのブレスを置いて撮影しだしてたから、あ波及するんだなと思って。あちなみにあのこのオレンジのサンストーンちゃんと、こっちなんだっけな、青いのちょっと名前忘れちゃった、ごめんね、ごめん、超忘れた、どう忘れした、この2本はもう売りに出しますんで、興味ある方はあの概要欄にあるインスタのリンクから DM ください。インスタ見ていただいてインスタの DM から連絡ください。はい、サンストーンとこれです。あのまあ値段どうするかな、まあ、他と同じぐらいで売るんで多分か分かんない気分ですDM 次第、なんかこいつに譲りたくないなって思ったら、あのなんか結構ねなんか失礼な DM とかしてくるやついて、うん、なんか高いっすねって言われてから、そうですねうち高いんでって言ったんで、いやもうだからなんか問題なんかパワーストーンとしか会話してないからさ、パワーストーンかもしくは神様仏さんとしか会話してないからさ普段、だから本当直感的に値段決めてるんで、そうなので、ただ間違いなく他よりは安いと思いますっていうか、あの特にで、なんで売るのって言ったら、新しく買っちゃったんですよ俺買っちゃったんだみたいな、そうあのスーパーセブンのバッキバキのやつと、いや結構ね引いてくれて、だいぶがっつり構成、多分売れなかったんでしょうね、あの前までつけたゴールドルチのデカ玉もそうなんですけど、4年間ぐらい在庫してたって言ったもんね、僕にパワーストーンのカウンセリングしてくれた人が、あーっていう、高原さんに行くんですねって言われて、あそうなんだみたいな、これ4年間ぐらい私持ってたんですよって言われて4年間在庫してたのみたいな、結構いい値段だったんですけど、でゴールドルッチでその人に最後組んでもらったのが最終形で、日本から卒業して今のまたパートナーのとこで買うようになったんですけど、あのゴールドルチルまた買っちゃったんだよね俺。だスーパーセブンとゴールドルチルと、あとトルマリンか、なんかカラフルなトルマリンで綺麗だなって、これはそんな高くなかったんだけど、スーパーセブンとゴールドルチルがまあいい値段するんで、特にスーパーセブン多分日本でこれぐらいの
僕が買ったスーパーセブンみたいなのをしてる人多分いないと思う。いたら多分ね、めっちゃ仲良くなる。うわ変態みたいな。だって多分日本で買ってたら絶対ありえない金額になってるもん。余裕の3桁万円とかだよ多分。ゴールドルチルもまあ2桁万円は余裕でいくぐらいのクオリティのやつなんで、買っちゃったからさ、つけれない。ほら腕2本しかないから、だからその日によって僕付け替えてるんですけど、その時の気分とかその時のフィーリングで変えてるんですけど、多い時だとだからまあ左にオニキスグリーンファントムで、今の青いやつ、青いやつでちょうどね、あのこのタンザナイトっていうこの青い子と色が合うんでつけてたりとかするんですけど、あのなんですかね、まあ、で右手にヒマラヤ水晶と今見せたサンストーンつけてとかやってたりとかして、本当その時のその日の気分で付け替えてるんであれなんですけど、さすがになんかスーパーセブンとゴールドルチル買っちゃったから、あとトルマリンでしょちょっとどうにちょっと売らないとダメだな、これは売らないといけんざみたいな。なんでサンストーンと今の青いのこの2つは、はい、手放してもいいかなって思ってるんで、興味ある方はインスタで DM ください。オニキスはねちょっといただきもんなんで、これは売らないです。ごめんなさい、本当に売らないです。これは僕の私物なんで、オニキスつけてないとね、いろんなの食らうんですよ私。はい、あのうちのねこのストーンタグズでもドッグタグでオニキスつけてるんですけど、これだけでいける時もあれば、でも人混みっていうのかな、人が多いとこ行く時はやっぱダメだわ俺、これだけじゃ耐えらんない。あの C&K の C&K っていうアーティストさんがいまして、そこのダンサーさんがゼロ戦っていうらしいんですけど、そのゼロ戦のデックさん、まあ、リーダーの方がうちのつけてくださってまして、その方がオニキスの上にローズクォーツつけてるんですよ。でなんかこの話他でも動画でも話してるんですけど、オニキスだけつけたら変なやつ寄ってこなくなったか、変なやつが寄ってこなくなったって喜んでたらしくて、でその後に言われたのがモテなくもなったって言われた。要は多分ね、人が寄ってこなくなるんだよね、あんまり。だから変なやつが寄ってこなくなるっていう効果効能があるっぽくて、わかんない、なんかデクさんだからなのかな。まあ俺もなんか確かにオニキスつけてると変なやつ寄ってこないなとは思うんで、そういう効果はあります。お守り効果、鉄壁の守護神みたいな、オニキス効果とかで、効果効能とかで、効果とか効能とかで調べてもらえば出てくるんで、興味ある方はグーグルで見てください。でこっちがタイガーアイ、デクさんはローズクォーツつけてます。でデクさんはローズクォーツをつけたらまたモテるようになったっつったから、要は変なやつが寄ってこなくてモテるようになりたい方はオニキスとローズクォーツをつけるとデクさんみたくイケててモテる男になれるっていうことだと思うんですよね多分ね、うん、で僕はちょっと厳正利益っていう、要は分かりやすい利益が欲しいんで、ちょっと旅すんのもね、これロギンが必要じゃないですか。なのでちょっとタイガーアイ、あとタイガーアイとタンザナイトが、あ違う、タイガーアイとタンザナイト、これね、ごめんね、これはあの僕の私物なんで、タイガーアイとラブラドライトがあのなんて言うんだろう、分かりやすいんですよね、なんか見てくれ的に。オニキスすっげえ綺麗なんだけど、オニキスだけつけてもさ分かんないじゃん、うちの商品って。だからうちの商品って分かりやすくするために、まあそのあえてタイガーアイをはめてる、つけてるんですけど、まあそのなんていうんですかね、まあこれもね、あのこのストーンタグズのドッグタグも興味ある方は概要欄に貼っておりますんで、リンクをね、興味ある方は見ていただければと思います。ということで、あのブレスレットとあのなんかドッグタグのあのなんか宣伝動画みたいになっちゃったけど、はい、興味ある方は見てください。出雲大社来る人はね、ぜひ一回この動画見ていただいたりとか、友達とかに送って、出雲大社行くならこうやって行った方がいいよっていう、まあなんか参考動画になればと思って本来撮ったんですけど、すみません、最後告知で申し訳ないです。ということで、はい、興味ある方はぜひインスタなりなんなりで DM ください。で、ぜひちょっと1万円の来年行くんですけど、来年なのか次回来る時なのか分かんないですけど、来年まで待てなくて来ちゃうかもしれないから、俺出雲大社別に神有祭期間中だけに来てるわけじゃないからってなんですけど、ちょっとね気になりますんで、中身が厄年だと厄年と縁結びと、あと新恩感謝とかも結構いらっしゃるんですよ。あと健康みたいな、健康長寿ではなかった、なんだろう、身体健全みたいなやつ、あでも縁結びがやっぱ多いかな。あと心願成就
でも新音感謝も結構いらっしゃるんで、多分ほら神有祭に来させていただきましたっていう、その僕よりも超絶徳の高い人たちは神様に感謝を伝えにお金を払うわけじゃないですか。そういう言い方もいけないけどさ、いや俺まだ祈願したいもん。縁結びとか祈願したいもん。全然縁結んでほしいもん。でも縁結んでもらう前にまず厄払いしないといけんと思って厄払いしちゃったから今回っていうところで、はい、ぜひ出雲大社に来るときは参考にしてみてください。すいませんね、なんか本当グダグダで申し訳ないですけど、はい、こんな感じでなんかラフにいろんな動画撮ってますんで、興味ある方はぜひフォローしてください。アンドグッドボタンで応援クリックお待ちしてます。よろしくお願いします。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。またお会いできるの楽しみにしてます。じゃあねー。